えれえ腕っぷしでよ、20人やそこら病院送りになったってな。なに、赤い飾りの木刀、それって歌舞伎町の用心棒の殺されたって聞いたかね。悪いやつは許さねえ、許さねえからな。さよけ、やつの砂利やな。敵討ちのつもりか、それとも奴の後を継いだつもりなんか。ま、適当に遊んだれや。所詮砂利は砂利よ。ガキが生きがるんじゃねえ。このガキやめとるぞ。俺このガキしぶといやっちゃな、指の2、3本でも切り落としてっか。それまでだ。ああ、なんでてめえは。やっちまえ、てめえ。ほらいてこいて。カムイ、カムイ京四郎。妖怪？失礼なガキだね。あんた、こんなもんの面倒を見る気なのかい？ああ。やめろって！暴力反対！ナイジさん、言葉の暴力の方が傷つくのよ！よくも侮辱してくれたわね！違えって！妖怪みたいって言っただけだって！また言った！覚悟なさい！あんた、そのくらいで許してやれ、サユリ兄さん、キャメロン兄さん。今日様お日さ、戻ってきてくれたのね。っていうか兄さんって呼ばないで。お日さって3日空けただけだろ。やだ。アンジュリーナよ、友達は私のことアンジーって呼ぶの。ホーライジキョウイチ、キョウちゃんね。やんかわいい。キョウちゃん言うな。ねえキョウちゃん、
泊まれるとこ探してるんだって。じゃあここに好きなだけ泊めてあげる。大丈夫、ビッグママに私から言っとくから。キョウちゃん、だからキョウちゃん言うなって。もう一本、もう一本だ！ダーッ！ヒー！大活躍のようだね、歌舞伎町の用心棒。女優のお兄さんたちにも可愛がられてるようじゃないか。たくましくなったもんだよ。どうかな？ん？心配ないさ。あんたのメガネにかなった男だろ。へっ、へへ、何が新宿三賢人で、てめえらなんざ他のチンピラと変わりやしねえ。けっ、ただの豚野郎だぜ。もう一本、もう一本だ。こら、何やってる。俺は大吾だ、大吾優也だ。あんたらのボスの息子だ。文句があるなら親父に言え。あ、グレン隊だ。そうなのよ、中坊くらいの子たちのグループなんだけどさ。喧嘩に放火、倉庫破りまで。マガツってのと、あとダイゴってでかいのがリーダー格らしいんだけどね。そのダイゴってのマークモみたいに強いらしくって。怖い。何言いやがる。俺がいいんだろ、俺が守ってやるっつーの。太鼓だか舞妓だか知んねえがよ、スマキにしてドブ川に沈めてやるぜ。いよ、歌舞伎町の用心棒。キョウちゃん、頼もしい。だからキョウちゃん言うなって。照れちゃってかわいい。キョウちゃん、どうしたって言うんだい。あ、どうもしねえけど。あんた気づいてる？その目つき、どんどん悪そうになってるわよ。ちっ、ほっといてくんねえか。まっいいんだけどさ、もっと肩の力抜いた方が楽しいのにって話。そりゃどう思う。あんた友達とかいないの？いねえよ、んなもん気持ち悪い。キョウちゃん、例のグレン隊が暴れてるって。この近くよ。面白い。マガツ、マサネ、タカシ。遅かったが。へへへへ、道理で手応えがねえと思ったら。大吾ってのはてめえか。お前が歌舞伎町の用心棒か。へへ、こんなクソ虫どもの頭じゃてめえも大したことなさそうだな。何？おお、怖え怖え。悪党風情が仲間やられて怒ったか。笑わせんな、この豚野郎。調子こいてんじゃねえぞ、この軽口野郎が。生まれてきたこと後悔させてやる。行くぞ。行くぜ。どうしたよ。買ってこいや。あ、ねえ、キョウちゃんを、キョウちゃんを止めてよ。アンジ、黙ってな。でも仲間の仇を討つんだろ。なんだよその目はよ。いい根性してんじゃねえか。おらおら、おい、くれ、おら。いかに負けたとか言えよ。くっ、アホくせえ、付き合ってらんねえ。
今日はこんくらいで許してやれ。次その汚え面見せたらただじゃおかねえかんな。抜け。抜けって、これマジのポントじゃねえか。意味わかんねえよ。これであんたとやれってのかよ。いくらなんでも。また逃げるのか。で、俺がいつ逃げたって？誰から逃げたっつんだ？怖いのか。なに？この、舐めやがって。いいんだな。どうなっても知らねえぜ。おらぁ！なんてね、あんたに怪我されちゃ悪いしよ。ちょっと手加減しちまったってわけ。上達したものだな、その口だけは。そうかい、そっちがその気なら本気で行くぜ。なんでだ、なんでなんだ。お前の剣はどこを向いている。お前の過去か、父の仇か。その剣を鈍らせているのは京一、お前自身だ。いなくなった？そうかい。ふらりとこの町に来たからね。どこからともなく。なに、雲みたいな男だ。また風が吹けばきっと。母様、もうすぐ一緒に暮らせるよ。あいつと約束したんだ。例の高校への進学が決まったら、母様をここから出してくれるって。そしたらさ。学ぶ、騙されてはいけません。え？この家の者たちが私たちを許すはずなどないのです。よくお聞きなさい。あなたには誇り高い本当の名前があるのです。本当の名前？あ、飛行機。東京からかな。東京か、遠いな。え、本当ですか、お母様？ええ、突然いなくなったって。店は翡翠くんが継いだそうよ。如月くん、聞いたわ、おじい様のこと。心配ね。そうだ、美味しい水菓子いただいたの、今用意するわね。お構いなく。待ってて。葵様。これを、京ちゃんにって。で？あたしらには何も。ただ、あんたのこと頼むって、そばにいてやってくれってさ。なんなんだよ、こいつ。さあ、でも京ちゃん、気を落とさないで頑張ってね。いやー、絶好調絶好調。弓が引けなくなったら死にますってね。ってあの子、なんて名前だっけ。まあ、いっか。確か佐ヶ谷くんよね。え、生徒会に来てくれたことあったわね。あ、はい。美里さんですよね。ええ。この子は偶然見つけて、なんか寂しそうでほっとけなくて。僕、子犬が大好きなんです。
時代がやっと私に追いついたのね。もう待ってなさいよスクープちゃん。おじい様、一体どこへ行かれたのですか。一人でやれとおっしゃるのですか。修行も半ばのこの僕に、たった一人で。母様、僕合格したんだよ。一緒に暮らせたんだよ。どうしてなんだよ。学ぶ、お前。違う。俺はコズヌ天道だ。マガズ、俺は。なーに、あんたのメガネにかなった男だ。いつかきっと。やめてください。どんな事情があるか知りませんが、やりすぎです。笑わせんな。こいつはガキを役付けにする豚野郎さ。だからって役付けにしてあげく、どっかへ売っちまうやつだ。生きてる価値もね、殺しちまっても構えやしねえんだよ。どんな人だって初めから心が汚れているわけじゃない。何かがあって苦しいことや悲しいことがたくさんあって、心が押しつぶされてしまって、でもどんなに汚れてしまってもその下には生まれたままの心があるって、私はそう思います。殺しても構わないなんて簡単に言わないでください。ざけんな、てめえなんとに分かってたまるか。さあそこをどけ。嫌です。おい、どきません。どけ。どきません。このこいつ。たままの心だと。ダイゴ、おめえ。キョウちゃん、マガツって子覚えてる？例のグレン隊の。親父さん殺しちゃったって。その親父さんひどいアル中で相当あの子に暴力振るってたらしいのよ。ダイゴってのも父親しかいなくって、やっぱりうまくいってなかったって。似た者同士か、悲しいね。よう、ダイゴ。あの世は です。そっか、君がダイゴくんか。僕、桜井小牧、よろしくね。はい。
ああ、こりゃなんかの冗談か。わあ、絵になるよに。嵐の予感がするわ。逃げるのはもうおしめえか。ここなら誰にも迷惑はかけない。気に入らねえ。桜井さん、大悟くんも。はい、この感覚。今日一いい辰馬。なんなの。スクーパーな。君の刀は僕の方を向いていなかった。まるで僕の後ろに誰かいるような、その誰かを見ているような、そんな。お前の剣はどこを向いている。父の仇か、お前の過去か。ねえビッグママ見てよ、あの寝顔。ああ、これ以上ないっていうくらい緩み切ってるね。かわいいよ。もう食えねえと。茂り少しうつむいて、やっと君はつぶやいた。かすかに聞こえたのは精一杯のさよなら。不自然な沈黙の中響く僕らの鼓動を、また会える巡り合おうよ、それぞれの明日を探しに出ようよ。切なさに優しさくれた今君に会う。